おはようございます。晴天のジョージア州アトランタからオスマンでございます。フェブラリーステークスを見ます。ということで、さあレモンポップは頑張れたんでしょうか。枠ね、前走ほどの大外枠じゃないし、ある程度僕はこの距離でも頑張れたんじゃないかなと、3着には入ってるんじゃないかなと思ってるんですけれども、さてどうでしょうか。あとはね、シャープキック三鴨騎手でね、中央勢相手に中央のダートでどこまでやれんのって、ここもちょっと注目してるんで、シャープキックの走りにも注目していきたいです。じゃあ行きますかね。いやー、ムルザバエフ騎手がね、小倉の方で勝ってたからね。おっと、テイエム、あ、名将ハリオが、おおおお、レモンポップがポップ、下げる下げる下げる、バッチリ折り合って下げます。さあどうですか、坂井流星騎手、これ折り合いはバッチリだと思いますけど、シャープキックじゃないや、スピーディーキック間違えちゃった、名前が。そうだ、あー、まあちょっとついていけない系か。レモンポップは外出したんか。わあ、どうなんだこれは。わあ、手応えはあるけど、手応えはあるけど、さあこっから先頭立てるか、自力で楽な手応えでいけ、いけ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 、外、何これ、おお、ちょっと待って、残せよ残せよ、流星騎手残せよ、あ、いける、残せる、これ残せる、よっしゃよっしゃ、イエス。いやー強かった。あー、距離が不安だったけどよかった。おーね、テイエムサウスダウンは14着か。まあな、もうブリンカーもつけてないっしょ、 B マークないもんね。うーん、レッドルゼルが、こりゃ枠がね、前走レモンポップも苦しんだけど、やっぱ外枠だと2、3馬身分ぐらいハンデがあると僕は思ってるんで、レッドルゼルももうちょい内枠だったらちょっと脅威だったな、危ねえ。そして名将ハリオがさ、3着に来てる時点で、これはちょっと、いや、たほんとたらればだけど、どうすか、これ名将ハリオまともに出てたらレモンポップより前だったんでしょうか。運も実力のうちはちょっとあれかもだけども、やっぱスタートちゃんと出ないとこうなるよねっていうことで、ドライスタウトが4着。いやー、坂井流星騎手ね、ほぼほぼ完璧に乗ったでしょうね。スタートしてがっちり押さえて、さ、完全に折り合ってスススススススって下げたとこで、あっこでもうまず完璧なタイミングよね。うん。で、外出して、被らない、ね、被せられない、外出して、外出した時点で、距離いける的な、あったんじゃないですかね。あの、距離が本当に、これはちょっと距離あかんと思ったら、外出すかな。被ってのもいいから、進路を内に取るかもしれないよね。え、こっからドバイワールドカップって間に合う、ドバイのゴールデンシャヒーンとか間に合うんすか、わかんないけど、ゴドルフィンとしては JRA の G1 勝ちたかったはずなので、もうオペレーションは、成功じゃないですかね。秋にそのチャンピオンズステークス1008ってことはないと思うし、 JBC のスプリントも正直ちょっとんーだと思う。だから秋はもうアメリカブリーダーズカップスプリント来てほしいね。今年はサンタアニータだそうですけどもですね。いやーちょっと疑っちゃったんで距離をよかったよかった、勝って以上でございます。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。じゃあ